と1年ちょっとで私は80代になります。ということは作品をやるたんびに今思うのですが、どんな作品、どんな役みたいなことを考えながら作品に参加するようになりました。でこの作品に関して言いますと、やはりひょっとしたらですよ、まあそういうこと言い方は良くないんですが、もしかしたらまだコロナの騒ぎもありましたし、この作品がひょっとしたら私の遺作になるかもしれないっていつも思ってます。それに遺作にしても私はいい出会いがありましたということが言えるような、そういった作品だったと思います。私の若い時代の彼とは残念ながら交流はありませんでした。彼は若手で体をなっているけど、声とか思いとかそういったものは私の分身っていうか何ですか、そういったこともありますから、時々監督と相談して、この声はひょっとしたら80代の私の声を使うってこともあり得るかもしれませんねという話をしながら、どっかでそういったもシーンが出てくるかもしれません。それはもう監督にお任せして、世の中混沌としてあちらこちらでまだ争いがどんどん起きている。なぜこの争いが起きているか、多分皆さんがその争いに紛争に巻き込まれている、あるいは巻き込んだそういった方々が無償の愛というか見返りを求めない利他の心といいますかね、相手の心を考えて相手の立場を考えて思いながら毎日を生きることができたら、きっとこういう紛争は起きないんではなかろうかって思うのです。だからそうですね、人間生まれたからには最終的にはその利他の心を持っていたということでもって、もし人生を終わることができたら、多分世の中はいろいろ違う方向に変わっていくんじゃないだろうかと、そういうふうに思います。なんだこれ、はい、なんだこれ、ちょっと 今忙しいんだ。留学、うん、行っていいだろ、半年ぐらいで帰ってくるからさ。好きにしなさい。好きにしなさい。お父さんから一番欲しいものをもらえなかったんだよ。あ？天候に恵まれました。いつもね、この組は天気は OK なんです。何も心配しないで。で、明日は雨だ。仕事の行いが関係あるから相当いいですよ。手前にした、寺沢和則役の塚山雅音さん、以上をもちましてオールアップになります。お疲れ様でした。